利用っていうね、ピーク頂と孫摩ね頂、まあ、1200m と 1100m になったんです。で真ん中がこうくぼんでいて、で昔はそこからね噴煙とか上がっていたんですね。最後の爆発が1950年ぐらいですけど、そこからあの今ね、旧火山ということでお休み状態なんですが、いつ爆発するかはまだ、富士山もねあの旧火山ということでいつ爆発するかわからない。まあ、イタリアと日本結構似ていて、山がちっていうのと、あと、まあ、海に囲まれているっていうのと、まあ、これからね、アペニン山脈、結構行ってきますけれども、意外に、まあ、日本も、ね、山が多い。Anche la vede. Dove? Molto bene. Ah, ancora meglio, sì. Ma io adesso...